店内に入りまして、まず最初に目に飛び込んでくるのがショーケースです。もうまるでアート作品のような美しいスイーツの数々、季節のシフォンケーキやスフレチーズケーキ、そして抹茶ガトーショコラ、さらにはですね、旬のフルーツを使ったスイーツが常時7種類並んでいます。そしてですね、店内、こう見渡してみますと、アクリル絵の具を使った絵画がもう至る所に飾られているんですよ。もうこの物語をですね、もう想像しながらゆったりと過ごせそうです。さあ、それではですね、カフェを営んでいる斉藤祐介さんとゆかさんご夫婦です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず聞いてもいいですか、はい、この飾られている絵画は一体、実は僕が描いたものなんですけども、販売もしていて、お越しいただいたお客様にドリンクやスイーツ、お召し上がりになりながら、絵画も見て雰囲気も楽しんでいただけたらなと思っております。いや、もう手先が器用ですよね。素敵です。ありがとうございます。そもそもどうしてこういったカフェをオープンされたんですか？はい、1年前までは東京に住んでいたんですけれども、私の実家の郡山で父が果物を育てているので、それを使ったカフェをオープンしたいという思いがありましたので開業に至りました。はい、そんな思いから店名には気楽に季節のフルーツを楽しんでほしいという思いも込められているんです。こちらではですね、スイーツやドリンクなんですけれども、すべて一から手作りしているんです。そしてフルーツを作っているのは斉藤由香さんのお父さん、アグリガーデン亀田オーナーの益子俊夫さんです。1年を通して季節ごとに一番おいしいフルーツが楽しめるように、およそ10種類を愛情を込めて栽培しています。で、無農薬で栽培してますので、もうそのまま収穫してもう食べられる。花が咲いて今の時期収穫する時が、やっぱりこれは どんな作物でも同じだと思うんですけど、収穫する時期が一番嬉しいですよね。はい、楽しいし、はい、娘たちが自分たちがやりたいことが叶えられると、一つの方法として、そういうのを見守っていくのは、いいかなとは思いますね。ぜひ頑張ってほしいと思いますね。はい。さあ、こちらのカウンター席には看板商品の季節のフルーツタルトをご用意いただきました。いやー、美しくて食べるのがもったいないですね。ではですね、私は先週から販売がスタートしたこちら、いちじくのフルーツタルトをいただきたいと思います。わ、本当に崩すのがもったいないですが、ではこのいちじくの部分と、ではいただきます。おお、みずみずしい。もうこれなら私10個くらい余裕で食べられそうです。ゆかさん、こだわりどんなところなんでしょうか？はい、こだわり、取れたてのフルーツをふんだんに使っておりますので、新鮮でみずみずしい味が楽しめるようになってます。はい、こちらも珍しい飲み物なので、えどうぞ。これ何のドリンクですかね？まずは私飲んでみた方がいいですよね。はい、ではこちらいただきます。え、初めて飲む味です。最初に爽やかな甘みが来るんですけれども、後から苦みが鼻に抜けていきますね。これ何のドリンクなんですか？はい、これ実はイチジクの葉っぱを使ったドリンクなんですけども、それにスパイスを合わせた珍しい一杯になっております。はい、いや本当にもうこの一から全て手作りということで、もうこだわりが光りますよね。他にもですね、季節限定では高田梅を使ったドリンクも今出ています。他にもいろいろあるんですけれども、全商品テイクアウトもできるそうです。それではゆかさん、最後にどんなお店にしていきたいかお願いします。はいはい、店名の通り季節の果樹を皆さんに楽しんでいただきたいっていうのと、地域の皆さんに喜んでいただけるようなカフェになり続けたいと思っております。はい、それでは最後にお得情報です。公式 LINE に登録すると、すぐに使えるドリンク50円引きクーポンがプレゼントになるそうです。ぜひ皆さんも旬のフルーツを堪能してみてください。以上、中継でお伝えしました。
へえ。